元は中国チャンス賞女子出身の男子卓球選手。バリュー、ハンブリ東と共に中国のトップ3として活躍している。世界ランキング2位。2011年の第51回世界卓球選手権個人戦の男子ダブルスで馬竜とのペアで陳、馬林組を決勝で破り優勝した。シングルスのみに絞り、第1シードで迎えた2013年の 第52回世界卓球選手権個人戦であったが、準々決勝で松平健太に勝った後、準決勝で超ぎ化にストレートで破れ同メダルに終わった。2014年の第52回世界選手権東京大会で団体金メダルを獲得。さらに、アジア競技大会ではシングルスで優勝し、ダブルスで準優勝、団体でも金メダルを取る活躍を見せた。 2016年リオデジャネイロオリンピックでは、バリュー、チョと共に、男子団体の代表に選出され、準決勝までを全勝するが、決勝で、日本の水谷順にフルセットに持ち込まれ、ポイント10から7と、マッチポイントを先につかみながらもそこから水谷に号、連続ポイントを奪われて敗れるという波乱があった。しかし直後のダブルスでは、チョウとのペアで、日本の庭後期、 吉村・シン・バレペアを退けてチームは3勝1敗で金メダルを獲得した。長い手足を生かした回転量の多いドライブと俊敏なフットワークが持ち味でラリー戦に強い。中陣へ下がり打点を落としたドライブを連打することが多いが、プレイ位置は広く前、中、あとどこでも戦える選手である。身体能力が異常に高く、 普通の選手では届かないようなボールに飛びついて、返球したりというスーパープレイをしばしば見せる。ロビングからの反撃も得意。肩甲骨打法から繰り出すフォアドライブの回転量、変化は世界トップであり、ペンであることを生かし腕の振りとともに手首を限界に使用して強烈な回転を生み出すループドライブが特徴である。前では振り抜いて、 一撃で決めるフォアドライブと超回転のループを使い分け、後ろでは限界まで高く上げるロビングと変化の激しいカーブドライブを織り混ぜるなど、戦術の幅も広い。台上技術もうまく、フォアハンドのピタッと止まるストップやリメンダ法によるチキータが得意。稀にフォアハンド版チキータとも言える、彼独特のフリックレシーブを使う。左利きであることを生かし、現在ダブルスの実力は、 世界一であり、どんな人と組んでもほとんどの大会で優勝する。ありがとうございます。